まもなくゴールデンウィークです。皆さんお出かけの予定は決まりましたか？今日はゴールデンウィークのおすすめお出かけ情報をご提供します。お出かけスポットの定番といえば大森山動物園秋銀おもりんの森です。ゴールデンウィークも楽しいイベントをたくさんご用意しています。ゴールデンウィーク期間中は好評のカピバラのゆっこやまんまタイム、餌やり体験を毎日行うほか、土日祝日は雪氷光のお誕生会などの特別イベントを日替わりで開催します。来園日当日のイベント情報はホームページや園内のインフォメーションでご確認ください。餌やり体験など動物と間近で触れ合えるのが大森山動物園です。触れ合いコーナーで行われる仲良しタイムではウサギやモルモットと直接触れ合うことができます。園内に併設している遊園地アニパもゴールデンウィーク期間中は休まず営業しています。ご家族で一日楽しめるスポット、大森山動物園秋銀おもりんの森でたくさんの思い出を作りましょう。道の駅秋田港ポートタワーセリオンはいつも多くの人でにぎわうゴールデンウィークにおすすめのお出かけスポットです。タワーの高さは143メートル、展望室は地上100メートルに位置し、そこから広がる360度のパノラマは絶景です。男鹿半島や鳥海山、日本海に沈む夕日も一望できます。入場は無料ですので気軽にお立ち寄りください。1階には飲食コーナーや特産品などの販売コーナーもあります。セリオンリスタでは昭和の風情が漂ううどんとそばの自動販売機が一押しです。道の駅では持ち帰り用を買うこともできます。ゴールデンウィークは道の駅秋田港ポートタワーセリオンを満喫してみませんか？続いてはこちら、常夏リゾートクアドームザブーンです。センタープールや流れるプール、ウォータースライダーはもちろん、小さなお子さんでも安心して入れるワンパクプール、温かい水流が気持ちいいジャグジープールなど、どれもこれも全て天然温泉 100% の屋内型温泉プールです。5月5日の子どもの日には中学生以下の入館料が無料となるサービスを提供します。展望風呂では5月5日の端午の節句にちなみ、季節の勝負湯もご用意しますので、ぜひお楽しみください。気軽にリゾート気分が味わえるクアドームザブーン、ゴールデンウィークのおすすめスポットです。今年のゴールデンウィークは秋田市でたくさん思い出を作りましょう。